富士市の鈴川の桃、収穫作業が進んでいます。田子の浦港が目の前に広がる富士市鈴川町で収穫が始まったのが、およそ150年の歴史を持つという鈴川の桃です。かつては多くの生産者がいましたが、今では2軒の生産者のみ。4代にわたって桃の栽培を続けているという川島昇さんの畑では、5つの品種を育てています。暑くなるからいいじゃない、美味しい。全然収穫は来月上旬頃まで続きます。